は区民祭りがいよいよスタートいたします。で、私本日の司会進行を務めさせていただきます、鈴木沙織と申します。ただいまから第45回東淀川区民祭りを開始いたします。東淀川区民祭りにようこそおいでいただきましてありがとうございます。またご来賓の皆様、お暑い中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。この2年間、区民祭りが実施できずにですね、その前は途中で、中止になったりして、3年間区民祭りがまっとうにですね開催できなかったんですけれども、やっと今日開催することができました。大変暑いんですけれども、ほとんど室内で、いろんな催し物を行いますので、ぜひ、一日楽しんでいただきたいと思います。またこの 2,3 年ですね、本当にご協力ご協賛いただきました、皆様方本当にありがとうございます。本当に皆様方の温かい気持ち感謝しております。これからも何卒よろしくお願い申し上げます。第45回東淀川区民祭りがこのように盛会に開催されましたことを心よりお喜び申し上げます。私ども東淀川の選出議員団もですね、4月に改選期があって、皆さんからしたらちょっと見慣れないメンバーになったかもなっていうところもあるかもしれませんが、今日は僕が当番ということで僕から代表させて、いただいて挨拶させていただきたいと思います。まずは吉川実行委員長をはじめ、本当にこの会を作り上げた皆さん本当にお疲れ様でした。今日はありがとうございます。3年ぶり、区長の説明からすると、3年前もいろいろあったということで、本当に久しぶりの区民祭りの開催、本当に嬉しく思っています。で、従来この区役所前の通りを、活用して、イベントを行っていましたが、今回から全天候型ということでこのホールを、活用して行うことになりました。いろいろこう形式を変えるとなるとですね、いろんな、ご批判もあると思いますし、慣れないこともあって本当に大変だと思います。で、去年も、区役所の前じゃなくて豊里の中央公園で開催することに、なり、さまざまなイベントをたくさん企画してくれてたようですが、僕も現場に行ったんですが、直前まで開催粘ったものの、やっぱり大雨で、流会となってしまって本当に残念ですが、その時イベントに出席できなかった皆さんであったり、あとテナント出してる皆さんも買い物したものどうしようかと、自分たちで消費しようかとすごい悩んでおられて、本当にこの会祭りを実行するにあたっては皆さんの努力とか本当にコストとかさまざまなものを抱えながらやってるんだなと改めて認識した次第です。
ございます。